エホバの証人さん、いらっしゃいましたか？鹿児島に行って8年目でエホバの証人。しかも吉谷さんって、割と在宅率高いはずですよね。なのに8年かかるってことは、まだまだエホバの証人さんの述べ伝える技も続きそうですね。エホバの証人さんってね、人類すべての人にエホバのこう御言葉が言い伝えられて、地上のあまねく一人残さず、その話が行った時にアルマゲドンが来るって言われてるんですよ。だからアルマゲドンが来るまでに一生懸命手遅れにならないように、一人でも多くの人に、それこそ全人類にこの神のね、素晴らしい頼りを伝えるんだっていうふうなモチベーションに燃えてるんですよ。でもここでね、私一つの矛盾に気づいたんですよ。アルマゲドンが来る前に一人残らず知らせないといけないっていう危機感、それはわかるんですよね。もし自分が活動をサボることによってね、このアルマゲドンが来るよっていうエホバからの知らせを知らずにアルマゲドンに遭遇するようなことがあっちゃいけないと、急がなきゃっていうモチベーションになってるんですけども、待てよと。前提として全ての人にエホバの証人さんがお会いしてね、エホバの証人がエホバからの言葉を述べ伝える、もう地上の誰一人エホバからの話を聞いたことがないよっていう人はいませんよっていう状態にならなければアルマゲドンが来ないんですよ。ということは、エホバの証人さんがこの広める活動をしなければね、永遠にアルマゲドンは来ないんですよ。だからどちらかというと、もうね、訪問して聖書のことをね、広めない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。そうするとエホバから見て、お、なんかまだまだエホバの証人のこと知らない人がいるなと、じゃあアルマゲドンはまだもうちょっと待とうかなっていうふうになるんですよね。だからこの辺、うまいことパラドックスがね、なんか受け止められていないのか、それとも気づいてる人がいるけども言い出しにくいのか、なかなか面白いところですよね。まあ揚げ足を取るわけじゃないんですけども、エホバの証人さんの活動についてはその聖書の中身の解釈にしてもね、矛盾点むちゃくちゃあるんですよ。で、その矛盾点を、あれ、でもこれこういうことですよねっていうふうに、いやらしくなくね、本当に一つの疑問としてエホバの証人さんに聞くと、そうですね、私もまだまだ勉強不足なんでそこはよくわかりませんけども、だからこそ集会に行って一緒に勉強しませんかとかね、言われたりとかね、わ、すごいところにご関心をお持ちですね、これはきっと聖書を読み進めていくとわかりますよ、エホバの証人の集会にはものすごく経験も知識も豊富な長老がいらっしゃいますので、そちらの方で一緒に勉強しましょうかってからね、感じよく進めてくれるんですよ。あとはね、あなたのような発想を持った方が神に選ばれてるんですよとかね。おお、だから欧州和法が本当にすごいパーフェクトだなと思いますね。で、同じように私もね、それ参考になるなと思ったんで、どんなところからも相手を肯定しながら自分の世界に引きずり込むようなね、形で持っていけるんだなと思ったんですよ。だからエホバの証人さんがいらっしゃった時にね、いや、私ももう最近またエホバの証人さんとお会いする機会があったんですけども、これこれこういう方が私のところに来てくれてね、聖書の勉強をさせてもらったんですよですからね、お話することがあるんですよ。で、ぜひうち近くなんで、いらっしゃいませんかとかってね、来てくださったらそこでまたね、聖書のお話させてもらいたいと思いますとか、とりあえずお招きして、まあ、一緒に30分でもね、お茶を飲んだりとかね、その地域の他の方紹介していただいたりとかね、で、なんかそのみんなの銀行ってのがあるんですけどとか言ってからね、でやってくれますんでね、今はね、みんなの銀行ごときでしたらそしたらその次に来た時に、ほらほら、この方がみんなの銀行を紹介してくださった方なんですよって言ってからね、エホバの証人さんが他の人にもなんか広めてるような節があるかなとまあだから、あ、いいですうちはって言ったらそこで終わりなんですよね。いや、すごいサプリメントの話があるんだけど、実はこれね、ネットワークビジネスでねとか言って、あ、いいですじゃなくて、ほうほうって聞くことによって、まあ一つね、チャンネルが広がるのかなと。もちろん何でもかんでも聞いてったら時間がなくなっちゃうんで、その辺のバランスがありますけどもね。まあでも最近はね、その宗教の訪問の方も本当になんかいなくなったっていうかね、
人数が減ったんでしょうね、きっとね。というのがね、宗教の各団体の方って少子高齢化の影響かもしれませんけども、若者の獲得が難しくって、やっぱりね40代で若手なんですよ。で70代とか80代の方もコツコツとやってらっしゃるんですけども、もうなかなかねあちこち行くことができなくって、あんまり活動的じゃなくなってくるのは仕方がないことかなと思いますね。だからこれからね、本当どんどんコンパクトシティになったりとか、世の中のありようが変わっていく中で、宗教ってのもむちゃくちゃやりにくくなるでしょうね。だからね、まあお金党とかできそうですね、そのうち。すべての問題はお金という神様が解決してくれます。そしてお金っていうのは人間を通じて神様が人間たちにね一つの知恵として作らせたんですと。お金を稼ぐ人と稼がない人、ね、お金をリリちゃんみたいにもらえる人ともらえない人、様々ですと。神がそれぞれ人に能力を与えたと。その能力の結果的な数値っていうのはお金の多い少ないになるんですよ。だからお金は富を示すものではありません。その人の評価を数値化したものですみたいなね。お金教みたいなのができたらね、なかなか面白いかなと思うんですよね。お金教、おっかねえみたいな話になるかもしれませんけどね。お金が全くなくなるとアルマゲドンです。あなたのアルマゲドンですみたいなね。じゃあ。